はい、では本日は、国王様を助けに地下水道の奥に行きたいなと思います。で、ここが鍵かかってるんだよね。この水門鍵がかかってるようやで。でも僕鍵なんて持ってないよ。せや、国王からもらった魔法でええのがあったやろ。あ、魔法で解けるんだったね。開けるんだったね。うん、調べてみるよ。ということで、まあこれですね。アンロックだ。そうそうそう、封印された鍵を強引に開ける魔法、人の心までは開くことができない。なんかちょっとうまいことを言ってますね。犯罪に使えそうな魔法ですね。うん、開いたで。これで国王様を探せるね、しずく。ああ、はよ入るで。せや、この魔法、鍵がかかった宝箱も開けられるかもしれん。あ、本当に？確かね、宿屋だったりとか、あと、あそこ、つばくろ商会とか武器屋にもね、なんか宝箱あったんですよね。あ、青い宝箱限定なんだ。なるほどね。後で行ってみましょう。ゴロネール地下水道。いかにもダンジョンって感じだな。ずいぶんジメジメしたとこやな。鼻のランプがかびてまうわ。それってかびちゃうの？俺も同じ疑問。うお、凶暴なババの匂いがプンプンするわ。こっから先を気を引き締めていかんとあかんで。うん、分かった。質問に答えろ。さあ、早速魔物の、そうだね、あのガキにもらったイマジモル、あのウッキーを前回いただいて、でウッキーちょっとだけレベルも上げてね、あの今3ぐらいだったかな。うん、2体のイマージェンで戦力の2倍や。まあうまく使っていきましょう。よし、頑張ろう。じゃあ行け、ウッキー、かわいい。イマージェンを攻撃したくなったら、まあ従来通りですね。はい、まあ、ただエッジが強すぎるんですよね。可愛いんだけど、ウッキー見てください、この威力。倍ぐらいのダメージ出すんですよ。でも魔法はなるべく使いたくないんで、まあ、こんな感じで攻撃しつつ HP を取りつつの、まあ、敵を倒していくって感じですかね。やったね。あとなんかこう服装変わったから、オリバーの顔つきがちょっと勇ましくなったんですよ。あれ、危なかった。前まではほんとね、僕こんなところで何やってるんだろうって顔してたんですけど、ちょっと勇ましくなりました。ルチレベル6、ウッキーもレベル4と。いいね、やっぱ強いダンジョンだとレベルが上がりやすいですね。経験値がいっぱいあって。じゃあまあ適当に行ってみようかな。やられた。え、全滅したんだけど。続きから頑張る、タイトルに戻る。しずく寝てんな。持ってるお金が 10% 減ってしまえば、まあまあまあいいでしょう。いや、これ続きから頑張るとどこからなるんだろう。あ、ゲーム入り口に戻されるんですね。なるほど。まあでもレベルは上がってるんで、まあ、ゲームの入り口に戻されるっていう感じなのかな。ちょっと思ったより強いかもしんないですね。レベル上げしよう。この調子でいこう。扉発見。国王じゃん。石化した？違うよね。これ火をつけるためのダイヤないか。こんな湿った場所ではすぐ消えてまうけどな。なるほど。ああ、火を使うんだったらファイヤーとか使えないのかな。あーでも使えないか。
ここで使える？いけ。おお楽しい。こういう謎解き要素はいいですね。 MP ギリギリ足りたな。なるほどね。こうやって謎解きもしつつ進んでいくと。お、宝箱を発見しました。これは先ほどのアンロックかな。ねじれた角、何に使うんだろう。アイテムポーチ、あ、武器なんだ。へえ、それは助かる。武器は、あ、ウッキー、あ、ウッキー装備できる、助かる。5もアップしますね。なるほどね。青い宝箱を開けれると。負けないよ。じゃあせっかくなんでウッキー使ってみよう。ダメージめっちゃ出るの。あれ、ウッキーの方がダメージ出てるぞ。ルッチ。この調子でいこう。ルッチスタメン終わり。あ、レベル上がった。あ、まあ確かに力はもうルッチよりもウッキー機の方が高いですね。32なので。で、とりあえずこの奥に行きたいんですけど、これつければいいのかな。さっきつけなかったっけ。開かないですけど。ちょっとちょっとあれですね、これは攻略サイト見てきます。わかんねえ。攻略サイト見てきました。しょうがない、社会人はね、時間がないんよ。うん、まあ、効率よく進めていきたいからね。まあでも基本全部頼るわけじゃないんですけどね。でなんか話によると、あ、ちょっと戦闘は、まあなんか3箇所同じように灯せる場所があるから、まあ火つけようぜって書いてあるんだけど、まあ、多分あれかな、同じある一定の時間内に火つけもつけないとダメだったのかな。僕はちょっといろんなとこ行っちゃったんで消えちゃったんでしょうね、火が。なので効率よく3箇所にパパッとこうつけに行くっていうのが攻略みたいです。あ、ほらもうさっきつけたところ消えてるもん。だからまあここつけるのが最後の方がいいんじゃないかな。あ、ここここ、あ、なるほどなるほど、この3箇所に効率よくつければいいんだ。これでクリアできんかったら俺はもう知らん。分からん。さあ急げ急げ。さらに最後あそこ、いけ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 、いや邪魔すんだよ。どうだ、よっしゃー、ふう、手間かけさせやがって。やっと進めますね。セーブ地点発見ですね。ってことはボスかな。メタ的に考えると。すげえ明るいな、向こう。じゃあセーブしとこっと。おお、やってるやってる。いいんだよ、殴り合って。全然動かねえな。ネズミでか。
助けに来ましたね。おお、お前たち杖は取り返したぞ。ああ、よかった、ありがとう。あら、国王様さらわれたんとちゃいますの。卑怯すぎるだろ。おのれ。戦い中に背を向けるな。チューベル17世。うわ、でっかいな、自分。お前たち世界史に出てきそうだな。ニャンダーの家来だな。え、僕たちは問答無用。違います、関係ないです、その人知らない人です。怖っ。はい、じゃあどうやって倒そうかな。まあ、まずは一番攻撃力が高い一気で殴ってみよう。あ、まあまあ痛えな。全然ダメージも入んねえ。魔法とかの方がいいのかな。ファイヤーボール。おーおーおーおお、めっちゃ食らったぞ。うわ、あいつ自分の技を失敗してるやん。オリバー、今がチャンスや。ああれか、なんかキャンセルするやつだっけ、相手のタイミングに合わせて攻撃すると。なるほど、まあ、だいぶ適当だったんですけど。いけいけいけ。ファイヤーボール、あ、そうだった、やばい、向こうの必殺技中は守んないといけなかった。しずく、そんなことやってくれんのか。あいつのぐるぐるには要注意や。確かウッキーはこんなに強かったはずやね。オリバー、あいつで戦ってみるんや。なるほど、入れ替えは L1 やで。モリモリ。あ、ちょっと待って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 。はい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 。ヒール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 。あっぶねー、知るとこだった。守れ守れ、遅い。守るのが遅い。どうしよう。とりあえず一発ヒール悲しい。相手のフォローが効くと思うんだよな。あ、ラッキーラッキー。いけ、受け、殴れ。今尻引っ掛け。おお、アイテムとか使おうかな。またコーヒー飲むと MP 回復するんですよ。これマジありがてえ。なんか勝手に倒れたぞ。ファイヤーボール、もう一発。あれ、こうしよう。ヒールを悲しいの。これあれだな、魔法を押した後にターンを終わると戦うに自動的に戻るからコマンドミスするな。守れ。目回しとかにも守る効くのかな、効いた。汎用的。あとちょいやろ、敵はファイアボール。いや、ちょっと待って、あーちょっとやばいやばい、そういうの痛い。ふんわりパン。あーでもこのジューシーサンド食うとめっちゃ体力回復する。100回復。なんで勝手に倒れるのあいつは。何もしてないよ。いけいけ、ありがてえけど、あとちょいあとちょい。よっしゃ、いけ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 。おい。なるほどね、結構あれですね、あまり考えてる時間ないですね。ドラクエみたいにコマンドでこう単性じゃないんで、まあリアルタイムではあるけど、だからもうどん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 技を繰り広げて対応していくしかない感じですね。覚えてろ。くそ、逃げられたか。ベタなセリフまで吐きよって。それよりしずく、国王様が。せやったな、急がんと。国王様、大丈夫ですか。国王様。お前たち、しっかりせえ、国王様。
杖は取り返したぞ。命がけだな。国王様、なんちゅうことや。国王様、国王様。まあ、後ろからの一撃で死ぬことはないでしょう。刺されたわけじゃない。お揃いですか。ああ、鳥さん久しぶり。エルダードゥークの皆様、よくぞ集まってくれた。ではこれより評議会を始める。本日の議題は言うまでもありませんな。そう、この予言の少年、奴、の処分についてだ。ハルガイ、漆黒の魔導士よ。お呼びでございますか、灰の女王。一の国から来た救世主、奴の処分を命じる。灰の女王ってこいつだ。世界を導く者、執行者としての務めを果たせ、ジャボー。条件がございます。この人がジャボーなんだ。なんとこいつかなと思った。女王陛下に対し条件ですと申してみよう。はあ、恐れながらこの一件、すべてこの私一人にお任せいただきたい。特に評議会の皆様、手出しは無用でございます。我々と対等のつもりですか。自分の立場を何だと思っておる。ずいぶん大きく出たものね。管理者に意見する。ああ、騒がしい連中だ。静まれ、ジャボーよ。許可しよう。では全てお前に任せたぞ。救世主などという言い伝えを信じている者たちに知らしめてやるのだ。そんなものが存在しないということを。はっ、必ずや。救世主おれば、その心を必ずや染めてみせましょうぞ。絶望に。なるほど、僕あの灰の女王がジャボーなのかなと思ってたんですけど、ジャボーは別なんですね。そしてあの灰の女王、この二の国のタイトルが白き聖杯の女王なんですよ。まあ、あの人は白き聖杯っていう感じじゃないですけど、まあ灰ってのが入ってるんで、このあたりがどうゲームと関連するかっていうのがなんか鍵になりそうですね。礼を言うぞおれば、一度ならず二度までも。お前はミーの命の恩人だぞ。なんやピンピンしとるな。結局さらわれてへんかったし、ほんま肩透かしな展開やで。でもよかったよね、国王様も無事でさ。しかしあれもこれもニック機チューベルメのせいだぞ。ミーがちーっとばかりやる気をなくしとったからって、大事な大事な宝物庫を荒らしまくりよって。しかし杖はちゃんと取り返したからな。改めてお前たちに授けようぞ。はい、国王様。おい、杖をそこへ。やっと杖だよ。これが魔法の杖じゃ。長かった。ミーも若い頃、それはもうこれで暴れまくったものだ。お前のお風呂かよ。持っていくがよい。ありがとうございます、国王様。このことがあのお方に知れれば、ミーもお前もただでは済まない。しかし、お前にかけてみたくなった。お前のそのまん丸の目にな。あのお方、ジャボーのことだね。うん、そうはっきりと言ったらまずいじゃないか。そうだな。名前を言ってはいけないあの人だな、本当に。オリバーに杖を渡した以上、もう後には引けまへんで。まあそうだな。国王様、僕はきっとジャボーを倒してみせます。やったー、長かった魔法の杖。よし、迷惑かけた詫びだ。もう一つ新たな魔法も授けよう。最初からくれよ。あ、氷結。へえ。氷系の魔法攻撃呪文かな。僕もっといろいろな魔法を知りたいです。うむ、それならば王国の南モエール、あ、モエールの森。これもニノクロじゃおなじみのポイントですね。昔はよくお金稼ぎに行ってたな、モエールの森。広大な砂漠があるのだかな。その砂漠の中心にあるオアシスの国、ババナシア王国。あそこの主はともかく、ババナシアや四賢者の一人ソロンがいるのだ。へえ、四賢者。あ、
アリシア様も四賢者のうちの一人なのかな、に並ぶ大賢者。アリシア様、魔法の道を極めるためには賢者の力を借りるのも悪くないぞ。うん、わかりました。ありがとうございます国王様。よし、賢者に会いに砂漠のオアシスへ向かうで。うん、ババナシア王国だね。なるほど、やっと魔法の杖を手に入れました。で、これでまあ今後はなんだろうな、覚えれる魔法の種類とかが増えていくのかな。うん、多分まあそういうことなんでしょうね。いや、世話になったな。ババナシアもゴロネールに負けず大きく豊かな町ではあるが、何よりその王がな、ま、見ればわかるはず。何、あんた以上のくせ者なの。君たちには随分助けられたね。またいつでも訪ねてくるといい。関係するよ。本当だよ、このマジでオリバーがいなかったらずっとあの王様寝てるだけだし、王国もみんないる気なくすしで、マジで救世主だな。雲見たか、フマイパーみたいな、おいしそうやな。お気楽すぎるだろ。はい、ということで、本日はこれぐらいにしておこうかな。やっとね、魔法の杖も取れたし、次の行き先も分かったし、まあ、ちょっと道中レベルを上げたりとか、まあ、つばくろ商店のクエストとかやりながら、まあ、強化しつつ進めていきたいなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。